私たちの暮らす福井市は歴史や文化、そして四季折々の自然に恵まれていますね。今回の生き生き情報福井は、この美しい環境を守り育てている皆さんをご紹介します。毎年福井市では市内の環境保全に関して継続的に活動し、顕著な功績のあった個人や団体を環境保全功労者として表彰しています。今年度は2名の個人の方と3つの団体が受賞されました。これから受賞した皆さんのところにお邪魔し、皆さんそれぞれの活動をご紹介します。個人で受賞された藤井茂雄さんにお話を伺います。藤井さん、どういった活動をされていらっしゃるんでしょうか？はい、近くの町内の中にあるんですが、小さな公園の、草取りとかそういうことをやってました。こういった活動を始められたきっかけは何だったんですか？一番下の娘に孫ができて埼玉へ結婚していってるんです。そうするとお盆とかに帰ってくるわけですね。そしてまだ 2,3 歳の頃ですか、公園行って遊ぶってここへ連れてきたら、草が正直言って10センチか20センチぐらいの高さで、都会の子は特に汚いって言ってもブランコあってもしないですよね。それを見て、あ、これはいかん草からなと。初め診断会お願いしたら、1年に1回はやっていただけるんです。だけどたくさんの数やからそうたくさんはできないっていうことで、あ、それなら自分らでっていうことでやりかかったの、同期はね。そうなんですね。今はどれくらいのペースで草刈りをされてるんですか？季節によりますが、春3月ぐらいから月2回で、真夏近くになるとやっぱり1週間か2週間に一遍はしていかないと追いついてきません。では今後どんな活動をされていきたいと思っていますか？それをやって、綺麗だって自分も気持ちいいんですが、そこに近くに松本保育園っていうのがあるんです。そこは年少者の小さいお子さんを預かってられるんです。そうすると皆さん紐をつけてずっとここ散歩して、とこう綺麗にさえなってればブランコも滑り台もあるもん でそこ外へ出るっていうこともないで、ここで遊ばれるんですね。それ見てると、ああ、やっぱうちの子だけでらしいにそういう利用されるんやなと思って、やっぱ嬉しくなりましたね。わかりました。今日はありがとうございました。はい、いえいえ、どうも。頑張ってやっていきますから。はい、頑張ってください。ありがとうございます。犬若町内会ガーデニング有志会の前田義和さんにお話を伺います。前田さん、まずこちらの地域ではどんな活動をされているんでしょうか？平成23年の春に私がこの町内会の会長を任命していただきまして、その年にこの事業を立ち上げたわけなんです。市の助成をいただいて。はい、具体的にはどんな活動をされているんですか？そうですね、町内会の有志の方に声をかけまして13人集まっていただきまして、この護岸のね、雑草があまりにも見苦しかったもんで、それを除草して苗木、芝桜とか松葉菊等の苗木を植栽しまして、ここの、両岸のいわゆる路肩の整備ですね、ガーデニング整備を始めたという状態です。はい、一年中いろんなお花が楽しめそうですけれども、今後はどんな風にしていきたいとお考えでしょうか？昔はこの川にホタルがいっぱいおったんです。はい、もうこの辺一帯はもう田んぼで、ホタルがいっぱいおってね、一応何とも言え和やかな雰囲気やったんですけども、最近はもうヘドロが多くてね、ホタルもいないし、それをなんか形跡でも入れて川に名を養ってね、そしてホタルをまた復活させてやろうかなという希望なんですけども、はい、
ではぜひホタルが帰ってくるといいですね。そうですね、はい、そうです、はい、はい、わかりました、はい、前田さん、はい、ありがとうございました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。ご苦労さんです。江畑ウォーキングクラブの皆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずウォーキングクラブということなんですけれども、普段どんな活動をされてらっしゃるんですか？普段は朝4時半から、5.5 キロのコースを1時間かかって、散歩するというふうなことでございます。で、正月の1月1日以外は大体皆さん都合の悪い時もありますけれども、原則としては散歩するということにしております。また環境保全活動としてはどういったことをされているんでしょうか？歩くコースの中で目についたゴミとかね、空き缶とかそういうものを拾っています。どういったきっかけでこういった活動を始められたんですか？やはり毎日歩いてるとね、どうしてもそのゴミが目立つもんで、田んぼの中といろいろありますから、それをいや少し人間的なやりこやにことをやろうかということで始めたわけですね、はい。実際に活動されてみて、皆さんどんなことを思われますか、ゴミについて？まあどういうか、公共心がないっていうかね、自分さえよけりゃいいっていうような人がいるんかなと思ったりしますけどね。割とたくさんこう集まるものですか、ゴミというのは歩きながら拾っていると。そうです、この市のね、ゴミ捨ての袋あるでしょ、あれの中ってやつが3人それぞれ持って歩いてますけど、だいたいいっぱいになるくらいあるんですね、うん。じゃあ割とたくさんのゴミなんですね。特にね、コンビニで買ったような弁当とかね、そういうふうなのお茶が入ってるとかっていう袋のままね、パッとこう捨てたるやつなんかも結構ありますね。その中を皆さんどういった思いでこういった環境保全活動に取り組んでいらっしゃるんですか？まあ自分らの身の回りだけでもと思ってやってるんですけど、そんな大したあれではないんで、まあね、長いことやってますから、皆さんね、幸い健康で過ごしております。少しでもね、お返しできないかなというような感じでそういうことを始めたんですけども。この活動というのはどれくらい前から行ってらっしゃるんですか？そうですね、もう30年ですかね。初めはジョギングクラブでやってたんですよ。でもう人も一人二人して、まあこれもね、みんな年も結婚になってますから、まあ、一応歩くことにしてるんですよね。やっぱり歩いてるとね、僕らなんか山も行きますし、まあ、ゴルフもしますけど、まあ、疲れるってことはあんまりないですね、風邪をひくのが少なくなりましたね、なるほど、ではいい効果もたくさんあるようなんですけれども今後はどのように活動していきたいと思ってらっしゃいますか？まあ、健康でいられる体の動く限り、まあ、朝のね、散歩中かそれはしますけども、その、ついでいってはなんですけども、やっぱり目についたゴミなんかは今まで通り、ね、収集日に合わせて拾おうかなというようなことですね、はい。皆さん同じ思いでいらっしゃるんでしょうか？だから朝も暗いしね、だから今の交通安全協会からもらうタスキとかね黄色のブロック回るなんていうのああいうなんかつけてね、なるべく車には目立つようにして歩いてはいるんです、はい。そうなんですね、ではぜひこれからも健康と環境のために皆さん頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらでご紹介するのは、東郷地区を流れるこの道電川の環境保全活動に長年にわたって取り組んでいる川崎幸男さんです。東郷地区では道電川周辺の景観を保つため、さまざまな保全活動が行われています。活動は川崎さんが中心となって、東郷地区の山頂内から集まった13名で行われます。今日は川沿いの掃除と来たる春に向けて花壇にパンジーやビオラの苗を植えていきました。
それでは川崎さんにお話を伺います。川崎さん、普段はどんな活動をされていらっしゃるんですか？どんな活動でもボランティア的な活動は、まあ、防犯店白子の保全委員会 のための作業ですけど、それが多いですね。はい。地域の方、今日は花の植え替えが行われていますけれども、他にはどんな作業をされるんですか？作業的にはこの川見ても分かってるんでしょうけども、土地改良区のすべての地域にある施設すべてですね、まあ、上言えば街路樹、それと景観灯と、それから歩道で川の中、花壇、水中プランターで川の中にいる魚で川の掃除、まあ、そこらが主な年間の仕事です。たくさんの活動があるんですね。そうですね。どのくらいの期間続けられているんですか？期間的にはこれは平成10年に完成ですから、この保全委員会そのものは 10年ですから17年ですか、18年目ですね。はい。今はどのくらいのペースで活動されているんですか？4月から月1回11月までという形でやってますけど、それでも間に合わない時にはもう毎週という時もあります。すごいですね。どうしてこういった活動をするようになったんでしょうか？きっかけを教えていただけますか？結局環境問題もそうですけども、我々は東郷地区の子どもほとんど都会の大学に行ってしまいますので、そうすると帰ってくる人は少ないと。でそういう人たちが東郷に帰ってきて住みたい、もしくは東郷に嫁に来たい、要するに東郷を維持するための活動ですけども、そのためにはやっぱり子どもに訴えないかんということで我々が始めたんですけど。では今後のことをお伺いしたいんですけれども、今後はどんなふうに活動していきたいとお考えでしょうか？そうですね、今までこうやってきてまして、これ任期4年なんですけども、4年住んで役が外れた人たちがですね、こう背を向けるようなんではちょっと具合悪いなと思って、経験のある人もう十何年もやってますから、その間に役をやってきた人は我々と一緒に少しでも時間の空いてるところをお手伝いしていただいて、このそういう環境を整備するという場を統合中に広げたい、まあ、もしくは福井市の言ってることと同じですけどもね、そこら辺全部がきれいなところになれば住みよいところになるんじゃないかな。でそうすれば防犯もなくなって安心できる地域になるんじゃないかなっていう気はしますけど、それが目的かな。わかりました。今後も頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。活動されていかがですか？はい、やっぱね、この道電川周辺をやっぱ、環境中が美化というんですか、まあ、そういうような形で、一応継続してやっています。はい。だんだんこう綺麗になっていくこの道電川をご覧になってきたと思うんですけれども、はいはいはい、どういった思いになられますか？やっぱね、最近ちょっといろんなとこから来ていただいてるんで、できればそういった活動をした上でまた来ていただければいいんじゃないかなと思います。はい。参加されてみていかがですか？そうですね、まあ、春には春を、夏には夏の花と、また冬には冬の花とこう植え替えしてますので、まあ、非常にきれいになりますしね、喜んでいただけておりますので、地域の方にもね、皆さん地域の方も水やりなど協力していただいてますので、とてもいいことだと思っています。はい。見ていると大変そうだなと思うんですけれども、どういった思いで活動されてますか？そうですね、まあもう皆さんいい年配ですので、それぞれ自分の役割を十分に心得て参加されていて、結構僕なりには楽しんでいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。この他に地域に伝わる史跡の周辺の環境保全を行っている荒木神保町自治会の皆さんが受賞されました。荒木神保町自治会は平成10年から地域に伝わる史跡である坂所の木と
弁天山の周辺の整備を行ってきました。その活動の範囲はやがて史跡の周辺だけではなく、近くの堤防沿いの一帯まで広がるようになりました。自治会みんなで取り組むことで、皆さんの間には地域の財産を大事にしていこうという一体感が生まれたそうです。この活動をぜひ次の世代にも受け継いでいきたいとのことでした。いかがでしたか。皆さんが様々な形で環境保全に取り組んでいらっしゃいました。また今回受賞された皆さん以外にも、大変多くの方々の努力によって美しい自然環境が保たれているのだと思います。皆さんも自分のできることから環境保全活動を始めてみませんか。